ラブカ、ラブカ、ラブカ、学名クリミドザラカスアングウィニアスは、カグラザメ目、ラブカカに属するサメの一種である。現在確認されている、ラブカカの原生種は2種のみ。外見からウナギザメ、ウナギザメと呼ばれることもある。大西広市、太平洋の大陸斜面、水深500千メートルの海底で生活するが、日本では、駿河湾、相模湾などで旋海に上がってくる。 原始的なサメの特徴が見られることから生きている。化石と呼ばれる。全長2メートルに達し、ヒレは対鼓部に集中する。エラベンは大きくヒダ状になり、永名フリルドシャークの由来ともなっている。蛇のように体を伸ばして、獲物に食らいつく姿が観察されている。顎が大きく三つ股に割れた、鋭い歯を持つためかなり大きな獲物も飲み込むことができる。 主に糖則類を食べる。無体晩性体制で、繁殖期はなく、妊娠期間は3年半である。稀に底引き物や底生え縄で混獲されるが、漁業の対象にはならない。機種ではあるが、分布域は広く、大西洋、太平洋全域から散発的に記録がある。東、大西洋では、ノルウェー北方スコットランド北方アイルランド西方、 フランスからモロッコマデーラ諸島、モリタニア。中央大西洋では、アゾレス諸島から、ブラジル南方のリオグランデ海防までの大西洋。中央海嶺上、西アフリカ沖のバビロフ海嶺。西大西洋では、ニューイングランドジョージア州、スリナム。西太平洋では、本州南東、台湾、ニューサウスウェールズタスマニアニュージーランド。中央、東、太平洋では、 ハワイカリフォルニアチリ北部で確認されている。2009年、南アフリカ沖に生息する個体は、ベッシュ、シーアフレコなどされた。日本では、相模湾や駿河湾で、比較的多く見られる。最大全長オス165センチメートル、メス196センチメートル。体型は、細長い円筒型。頭部は幅広くて、平たく、短く丸い糞がある。 鼻孔は縦に裂け、全微弁で二つに区切られている。目は比較的大きく楕円型で窓科膜を描く。非常に大きい口は普通のサメと異なって、大前端に開く。広角に溝、シビラはない。歯列は隙間を開けて並び、上あごで九二十八列、下あごで一二十九列である。歯は合計で三百本ほどで、個々は小さく、細い三0頭を、 持ち先は鋭く尖る。先頭の間には小先頭がある。エラ列は六体で、エラ弁の後部が伸びて、膝状になる。第一エラ列は、喉で繋がって、襟状になっている。胸びれは短くて丸い。背びれは一気で小さく、後縁は丸い。対後方の尻ひれ上部に位置する。腹気尻びれは大きく、幅広くて丸く、対後方に位置する。尾ひれは、非常に、 長く、下葉、血骨がない。腹面には一体の厚い革しびらが走るが、その機能は不明である。腹部は、オスより、メスの方が長く、腹気がより後方にある。皮葉は小さく、鋼型である。おひれ背面の皮葉は大きくて鋭い。体色は、暗褐色や灰色。最大全長は、オスで1.7メートル、メスで2.0メートルである。 ドイツの魚類学者は1879年から1881年に日本を訪れ、二個体の標本をウィーンに持ち帰った。だが、彼の思考によるとこの標本は失われたようである。そのため、最初の記載は1884年、米国の動物学者、サミュエル・ガーマンが、プロシーリングス・オブ・ザ・エセックス・インスティチュートで公表した、アン・エクストラオーディナリー・シャークと題した、 記載論文とされている。タイプ標本は、相模湾産の1.5メートルのメス個体である。ガーマンは本種に、か、属を新設し、古代ギリシア語で、クラミー、ガイトウサラカス、サメの意がある、クリミドザラカス、ラテン語アングウィニアス、ウナギ型に由来する、クリミドザラカスアングウィニアスという学名を与えた。多戦闘の葉、目の後方で頭骨と直接関節する顎、両節型、 椎骨が不明瞭で石作のような石柱に基づいて、昔の専門家は本種を絶滅した、万歳類、サメエイトその祖先の生き残りだと考えていた。ガーマンは、古生代のデボン期、約4億1600万年前から約3億5920万年前に栄えたクラドセラケと本種を、同じグループクラダダンツに位置づけた。彼と、同世代のテオドール・ギルとエドワード・ドリンカー・コープは、 中世代に栄えたヒボドスメとの関連を指摘し、コープは本種を化石属の代理マジェスに位置づけた。一方、最近の研究では、頭の骨格構造に、ツノザメ類に近い部分もあるとされ、この説に疑問を呈する声もあるが、クラドセラケと同様の歯型状と、エラ穴の数が6個あるという説明と解明までは、されいない。 骨格や筋肉の特徴は明らかに原生のサメ、新サメ類、ニオスレイシのものであり、特にカグラザメと類似する。また、分類学者の白井シゲルは単型のラブカメを提唱している。それでも本種は原生サメの中で最も古い系統の一つに属し、白秋後期、9500万年前、また、おそらくジュラ紀後期、 1>, 1億5千万年前の化石が発見されている。原始的なサメの特徴をよく残していることから、生きている化石と呼ばれる。禁煙種に、南アフリカ産のシーアフレコナが知られている。この種は、脊椎骨数が160、171でラブカの147より多く、腸の螺旋弁数が35、49でラブカの26、28より多い。また、頭部は、より長く、 エラ列は、より短い。これにより、原生のラブカカは、C アングビニアス及び、シー・アフレコナの2種で構成されることになる。数が少なく、比較的海の深いところに生息する種であるため、観察が難しく、詳しい生態はほとんどわかっていない。大陸方外園と、大陸斜面上から中部に生息し、有勝流などの生物学的生産力の高い。 海域を好むようである。水深1570メートルまでの深度に生息するが、通常は120から1、280メートルの深度に生息する。駿河湾では水深5十200メートルでよく見られるが、8、1一月は100メートル以前の水温が15を超えるため深場に移動する。基本的には海底付近で生活し、小さな砂山の上を泳いでいる個体が、 観察されている。だが、おそらく二周円直移動を行い、夜間には表層で設置すると考えられる。大きさや繁殖状況に応じて、住み分けが行われている。普段の動きは緩慢で、うなぎのように体を波打たせて遊泳する。遊泳速度は速くない。骨格の石灰化が弱く、低密度の脂質が詰まった大きな肝臓を持つ。これは、 体の密度を減らし、水中に浮かぶための適応である。開いた側線を持つ数少ないサメの一種で、機械受容器の有毛細胞が外部に露出している。これは、サメの規定、クレードに見られる形質であるが、獲物の細かい動きを捉えることができると考えられる。尾ひれの先端を欠損した個体がよく見つかるが、これは、多種のサメに襲われたものと考えられる。寄生虫として、 マンディグマ族の常駐、宮中のオトディスタメムベリポーラム、千尾千中のムレプテスラブカが知られる。食用とされたり魚粉が利用されることもあり、主に日本では飼育施設で展示されることもある。生態と人間が遭遇することは少なく、人間に危害を加えることはないが、人間が扱う際に鋭い歯で怪我をすることはある。2004年8月27日、 米国のブレイク海外で遠隔操作無人探査機のによって初めて深海での姿が観察された。多くの専門家はシーサーペントの目撃報告の一部は本種によって説明できると得ている。本種はそれほど大きくないが、より大型の化石種が生き残っていると信じている。未確認動物学者もいる。本種を対象とした漁業はないが、 トロール網漁や刺し網漁やハエ縄で混沌されることもある。深海漁業の拡大による混格の影響が懸念されているが、本種の発見例がある欧米やオーストラリアなどで深海漁業の規制が進められていることから影響は大きなものではないと考えられている。日本の駿河湾ではタイ、ムツを対象とする刺し網や桜エビ漁の網にかかることがあるが、漁網を傷つけるため、 漁師からは嫌われる。東海大学海洋科学博物館、静岡県静岡市がアクアマリン福島、福島県いわき市と共同で2016年以降、研究プロジェクトに取り組んでいる。漁業者からの聞き取りなどによる生息調査、受精卵の人工保育などである。同博物館には1986年4月、由井漁港、静岡市より生きたラブカが搬入されている。 生態の展示は非常に稀であったとしてもごく短期間である。固定標本の展示は各所の水族館や博物館で行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。